将棋の藤井聡太竜王名人のファンの方なら誰でも知りたいと思っている内容を作成しました。日本将棋連盟と阪神甲子園球場は13日、2024年にそれぞれ100周年を迎えることを記念して、12月8日に阪神甲子園球場で藤井聡太八冠と羽生善治九段による記念対局を開催することを発表した。その概要です。ご覧ください。対局は甲子園のロイヤルスイートルームで行われる予定で、スタンドには観客を入れてオーロラビジョンで対局を映す方向で進めているという。日本将棋連盟会長を務める羽生九段は甲子園で会見、小学生時代には野球を楽しんだ経験があるといい、この日初めて足を踏み入れた甲子園に感激した様子だった。甲子園はテレビとかでずっと見ていました。現場に来ることができて嬉しく思いますし、ここで将棋をできるのは光栄です。甲子園はたくさんのファンに愛されて応援されていますので、将棋連盟としても見習いながら多くの人に楽しんでもらえるように一つの契機にできればと思います、と12月を心待ちにした。今回の対局は公式戦などで多忙な藤井八冠のスケジュールの調整がついて実現したという。羽生九段はそれぞれの違いを楽しんでいただければと思います、と話した。向井閣楼甲子園球場長も会見に同席、甲子園では100周年へ向けて様々なイベントを開催している、対局は年末最大のイベントとして捉えています、と話した。向井閣楼甲子園球場長によると、昭和23年10月、同球場では松田達夫八段、当時遠山康晴八段等による早指しの対局があり、約3万5000人が詰めかけたという。バックネット付近に組んだ矢倉の上で対局、グラウンドに白線を引いて作った大将棋盤を使用し、人が駒の代わりになって移動させることで対局の様子を観客に伝えたという。おそらく球場ではそれ以来の対局という。向井球場長はこの勝負が新たな歴史の1ページとして加わる、これからの100年に向けても大変意義深い、と述べた。甲子園での対局は1948年10月24日の松田達夫八段対大山康晴八段、当時15世名人以来76年ぶりだ。甲子園で記者会見した日本将棋連盟会長の羽生九段は、藤井八冠は読みが深く最短で綺麗に勝つのが素晴らしい、対局が楽しみ、と意気込んだ。小学生時代、プロ野球広島カープの赤い帽子で将棋大会に参加し、向かうところ敵なしだった羽生九段、初めて訪れたという甲子園球場について、多くの人に愛された場所、記念対局で臨場感を味わってほしい、と抱負を述べた。最後にお願いがあります。2024年も藤井竜王名人の八冠継続とタイトル番勝負の連勝を期待し、また一般棋戦のグランドスラムも期待しつつ、さらに非公式戦でも勝利してほしいと思う方に、今後も藤井聡太竜王名人に関する情報をお伝えするためにも、最後まで見て忘れずにチャンネル登録とメンバー登録とグッドボタンをプチッとお願いいたします。次回の動画でお会いしましょう。